さて、さて、深掘りをどっかしようということで、もういきなりドーンと、うん、ドーンって、ね、ちょっと圧が、こう、圧一人分ちょっとこう場所は、三条さん、三条先生の世界という、世界で、いやいやまた、いやもうでももうもう皆さん使ってらっしゃるので、うん、ああそうなんですか、もうアンビエントの皆さん大体こうまあこの辺とかこの辺とか、エフェクターマスターなんで。そんなもう、まあ、マスター今あちこちにいる。ああまああちこちにいるね。まあ一応その私のこうボードを、まあ、こんなんで音作ってますよみたいな。これすごいっすよね、うん、意外とみんな燃えるんじゃないですか。燃えですね、もうみんな大好きエフェクターボード。でこの間メディテーションやった時こんな感じだったんですけど、はい、でまあ筆頭にまあこの辺結構まあ割と最近のまあ、ハービットだったりこうナイトスカイムードってムードは結構使ってて多くて、はいはい、まあ要はルーパーディレイ、まあ、リバーブ、まあ、そこら辺がこうすごい面白おかしくかかるみたいな。その説明なんですか。ちょうどまああのその話が面白おかしいじゃないですか。まあ、YouTube でこう出なくていくらでもこうあの演奏動画が出てくるんで、あ、まあ、いくらでも出てきますか。出てきますね、これは。まあ、これは特になかなかそのマイクロルーパー&ディレイ&リバーブみたいな、はい、ルーパーディレイ勝手にループするんですよね、ニューヨークとも。でこっちの大丈夫ですかその説明。バカにしてんじゃないですか。自分の機材のね。いやいや機材を目の前にするとやっぱちょっと人が変わるんですか。マスター。いやいや。メーカーから怒られます。怒られます。あのまあまあこれまあそうなんですけど、まあ、いや、ま、真面目に言いましょうか。はい、アンビファクトの時には導入してなかったんですか。これだけ導入しましたね。ああ。で、あと総入れ替えで。なるほど。ええ。で、前、あの、ボスの GT1000 コアっていう。はいはい。なんか、まあ、読み方正しいかわかんないですけど。ああ、はい、はい、で。それを結構中心で組んでたんですけど。あれ、あの、チャンネルで、ええ、あの、開封式をやったのは。あれもそうですね。まあ、まあ、それまた、これ貼れるんで。貼れる、ね。開封して、まあ。開封動画ね。開封動画も。ええ、ほっといても数字上がってるんですけど、ね、ます、また上げましょう。メーカーが喜ぶ、はい、メーカーが僕はその喜ばないです。我々に何も入ってこないです。何の恩恵もないですけど。で、なんか、まあ、あの、まあ、あれ自体すごい素晴らしい、あのエフェクターだったんですけど、はいはいはい、まあ、ちょっとやっぱ、空間系の面でやっぱ、面白いの使いたいなと思いますので、はい、まあ、それでこの辺がちょっと今、現代的な導入しまして、でこれが、まあ、何者かっていうと、あそこの秘密もバラしちゃうわけです、ね、あ、そうですね。で、あのこれって中身ボスの GP10 っていう、ほう、あの10年弱ぐらい前のそのまああのギター申請プラスマルチエフェクターみたいな、はあ、まあその、まあ、ギター申請というか結局そのローランドの、まあ、GK 対応みたいな、はいはいはい、そのギターのこうマグネットピックアップとは別にその専用ピックアップ取り付けて、でその音をブレンドさせるみたいな、はあはあ、まあ、あのミディ信号に変換できるみたいな、はいはいはい、まあ、古いこうあと80年代からそうギターシンセサイザー出てるんですけど、これは割とこう最近のでもモデリングだけ特化するみたいな、まあ、私はこの辺にそんなこの辺じゃないですけど、ギターだけどシタラのとか出たりとか、あ、まあ、あと、まあ、シンセサイザーの音出たりとかそういう、まあ、ちょっとまあ音的にはまあちょっと古い感じなんですけど、まあそれを超コンパクト化して、はあ、でさらにこう割とこう現代的なこうちょっと面白おかしい空間系を使うみたいな、まあこれはこれのこうあのコントローラーみたいな、あ、そういうことなんですね。そうですね、まあ、あの実際あのもともとそのこうこれぐらいある筐体なんですけど、はいはい、あの知り合いの方がちょっとこうあのカスタマイズしてくださいまして、でスイッチとペダルを取っ払っちゃって、はいはいはい、でこのサイズで筐体をドーンと収めたっていう、ペダルを外したわけですね。そうですね、はい、まあ、ペダルがないことによって、まあ、自分は特にこの、まあ、座ってやるスタイルなので、はいはいはい、でペダルがないことでここの分がかなり開くので、はいはい、でそれで、まあ、かなりコンパクト化できたみたいな、まあ、座るってのはつまり地べたにこうベタッと座るタイプっていうことですよね。そうですね、スタイル、そうですね、
まあ、最悪ちょっとペダル使いたかったらこれで普通にフットペダル使えばいいわけだし、まあ、こうそんなにこうペダルをついてる意味がないなと思ったので、ここはね、みんな冷や汗をかくでしょう、ね、これはさすがに知らないぞ。まあもう知ってるわけないんで、ね、もうな中身わかんないですからね。もう自作って感じだね。すごいっすね。そうですね。これをなんか、まあ、あの作ってくださる方が Facebook でいらっしゃいまして、はいはい、はい、トヨタさんって方なんですけど。ああ、いいんですか。あ、実名は。じゃあこの辺に。この辺トヨタさん。ポン出てくるんで。みんなこの辺にまとまって出てくる。そうですね。で、まあまあ、たまたまそのギター申請コミュニティで、はい、あの、ギター申請コミュニティで、一個、あの、プロトタイプ作ってるんですよ。はいはいはい。で、ちょっとなんか、もう、これを見て衝撃で、わ、これ前、実際これ前使ったんですけど、はい、これをこんなコンパクト化でできるなんて言って、で即メールして、そしたら帰ってきてくれて、はいはい、でちょっとあのお願いして、そうですね、それで作ってくださいまして、でなんか全然こう本当にあの素人なんで全然そんな他なんていいですよとか言ってくださって、あら、いやそれじゃ申し訳ないと思って、まあそうですね。で、まあ、六本木のハードロックカフェってちょっとご馳走させていただいて、ああハードロックカフェがそこに繋がってくるんですね。そうなんですよね。あ、まあ、ちょっとこれからもこういう交流があったらいいなということで、もともと映像作られたりとかしてる方で、まあそういったのもあって、まあなかなか、まあ、今後面白い方だなと思いまして、はい、あれちなみに基本的な質問して、あの動画の時間がどんどん長くなるかもしれない、はい、国はどこなんですか、これどこのエフェクターなんですか。これは基本アメリカですかね。もうアメリカなんですね。あの違ったら本当ごめんなさい。多分アメリカです。先生。マスター、それじゃあ。メーカー名をもう一回いきましょうか。メーカー名、はい。まあ、チェイスブリスオーディオ、みんな大好き。はい。これも一緒です。まあ、これ。同じなんですね。同じですね。まあ、ムードっていう型番と、まあ、ハービットという型番で。ハービット。でこれが一応マイクロルーパー&グラニュラーディレイ&リバーブ的な、なんかそういう感じで、まあこれはごっついですね。まあこれもディレイなんですけど、まあ、すごいっすよね、これ。ちょっと狂ってましたね。いや、そういうことじゃない。褒めてんだから。まあこれもそうですね、なんかあのテープエコーが基準なんですけど、はいはいはい、その30秒前のその過去のループを思い出してこう再生させるとか、はいはい、なるほど。で、まあ、大体ディレイでできることはほぼできるみたいな、あ、まあモノラル入力なんですけど、まあワンインワンアウトなんですけど、まあ、その中でも大体ディレイでこうちょっとおかしいことをやりたいと思ったら大体できちゃうみたいな、はいはい、まあ基準はテープエコーですね。でまあこれはもう説明不要ですか。説明のみんな大好きスライモン。これはつまりどういう風に来てるんですか。ギター、ベース、それは使ったんですか、この間の。そうですね、ギター、ベースに加えて、まあ、まあ基本ギターなんですけど、まあ、これも使ったりはして、はい、で、まあ、ここに入力して、で、これから、あ、そうかそうか、ここですよね、あくまでね。まあ、ここでメイン的な音を作って、はい、まあ、こう、まあ、これに輪をかけて、あのワンワンワンとかいうような感じで、で、これに通して、で、これで最後リバーブ、ああなるほど、でミキサーとかで、はい、でまあチンギングボールの音もあるんで、ここからあのマイク端子につなげるみたいな。実は三条さんミキサーも微妙にアップデートをかけてて、いい歴史コンになってるんですね、いつも。これそうですね、これサウンドクラフトの、それなんかノートパッドっていうモデルで、これはやっぱりここですか、ポイント。ポイントここですね。やっぱり。やっぱあの、あとコンパスリム。ああ。まあ、ボードに収まるみたいな。まあ、それが結構決め手で。まあ、やっぱあの、ミキサーってチャンネル増えるとどんどんでかくなるんで。そうですね。まあ、でかくなるし、重くなるし。そうなんですよね。で、8トラックあると、なかなかこのサイズないので。まあ、まあ、どっかチャンネルを諦めるしかないみたいなのがあって。やっぱファンタムは2つ使いたいのと、はいはいはい、やっぱギターの入力もちょっと、まあ、プリアンプ欲しいなってなったので、まあ、ここはちょっと譲れないなってところがありまして、
でそれがなんとかまあちょうどいいのはこれがでももう2年ぐらい使ってますからね。おお、その前は何でしたっけ、ミキサー。前はいや結構ミキサー、ミキサーマッキーは、マッキー時代もあったんでしたっけ。マッキー使ってヤマハ使って、マッキー使ってヤマハ使って、あとプレソナス使って、それは分かんないですね。プレソナスは何だっけな、あの スタジオ1とかそのちょっとバンドで。ああ、はいはいはい、まあ、ちょっとかなり大きいんですけど。なるほど。それを実際ライブ使ってなかなか機材が大変だったんで、すごいミキサーとしてはいいんですけど、まあ、なかなかお手本大変なって。まあ要するにそういうことですよね、収納っていうか。そうですね。でそれから今、まあ、これたどり着いてもう かれこれ2年ぐらい使ってまして、でこれもちょっと今、まあ、ちょっとアップデートしようかと思いまして、よいしょ。ああそうか、それが出てくるんですね。そうですね。よいしょ。どうなんですかね、見てる人。どうなんですかね、どれ買おうかも考えてるんですか、ね、でこれをなんかミキサー側に使おうかなと思って。はい、これはまた何ですか、これはボスの。ボスのルーパーですね。RC600。ループステーション。すごいですね。うん。まあ基本ルーパーなんですけど、この端子がものすごいいいのと、あとこうカスタマイズが結構できるので。ここですね。そうですね。端子。端子で。すごいですよ。まあ、決め手がそのファンタム2本使えるというので、まあ、シンギングボール使えるみたいな、まあ、それでちょっと、まあ、まあこれからちょっとまああの、まあ、購入したばかな、試してみようかなと思いまして。あの三条さん知らないと思いますけど、あの昔テレビで RC カーグランプリっていうラジコンの番組があったんですよ、ラジコンあるいはミニ四駆、そのハイテク講座っていうね、うんあのこういうこうラジコンのこう細かい部分を紹介するっていうコーナーがあったんですけど、うん、まあ今やってるのはそれですよね、うん、まあこれはこれで挟めずこうしてみたいな、はい、三条博士のハイテク講座いやいやいや、まあ、新型っすもんね、だってほとんど、まあ、この近年の機材っすよね。そうですね、ルーパーだけで作る感じもないので、まあ、そんなにこう重要視はしなかったんですけど、まあまあ、デジタルミキサーと、まあ、ルーパーとまあ、エフェクターとして使えるので、はいはい、まあ、結構ちょっと今までなかったような面白いとも使えるかなと思いまして、で前なんかあんまり自分はやらないんですけど、こうトラックを流しながら演奏するみたいな、あ、はいはいはい、まあ、そういうのでこう、まあ、何チャンネルか仕組んでおいて、はいはい、まあ、それを流して、まあ、そのように演奏するみたいな、ええ、前でも佐々木さんと一緒にこう何度かライブやった時に、まあ、そうです、もう10年単位の前ですけどね。そうですね。なんか ライブでこう最初のラップとか、ね、で自分がそのやってたんだ、そういうことなんで、はい、ギターを流すみたいな、ギターを弾くみたいな、まあ、そういったことをなんか割と一台でできちゃうみたいな、はい、ことがあって、今後そういう面でも割とこうリアルタイムであの音をなんか重ねてみたいな、音を作ってみたいな、はい、まあ、演奏してみたいな、結構こだわってたんですけど、まあ、今そこもそんなになんか重要、まあ、ということですよね、うん、重要じゃないかなと思いまして、まあ、作った音をなんかあの、まあ、場合によっては流してもいいのかなって感じで、まあ、そこら辺はちょっと自由にやってみようかなと思いますね、はい、すごいですね、うん、もうこれでノイズは出ないですねこの辺ちょっと頑張れば、ね、あ、頑張る、この辺もちょっとこれも頑張る、まあ、グリッチとかちょっと、ね、暴れさせる、暴れさせる頑張れば出ます、頑張る、まあこれがいわゆるこう、うん、まあ、さっき話したね、ヒーリングというかね。そうですね。これは入ることによってまた変わるんですか？これは当然。そうです。これを差し替えて、ああなるほど。まあ、ちょっとこう、まあ、どういった感じになるかな、まあ、こういってこうかなって感じですけど、まあ、うまく並べられるかなって感じで、これから試してみるんですけど。はいはいはい。それはもしテストをするんだったら、うん、プラナバアローンとか。そうですね、またちょっと動画の方で流してみたりとか、この辺にまた、ね、また過去のアーカイブはこの辺に、まあ、機材実験動画、機材実験動画出てますね、ありますね、はい、こちらでちょっと流してみたいと思います。おお、楽しみですね。ありがとうございます、ということで、じゃあこれですね。あ、まだ行くわけですね。これをなんかあの去年からちょっと始めまして、はいはい、まあ、あの有名なのでこうハンドパンとか、はいはい、あのでかい円盤でこう叩くみたいな、近年ここ10年でものすごいこう
大ブレイクした楽器なんですけど、はい、でこれが グーダドラムっていう、まあ、ちょっとあの今ちょっと前に話題になったあのウクライナの楽器になりまして、はい、でその、まあ、ウクライナ製なんですけど、まあまあ、ハンドパンよりちょっと小さめで、でまあ普通他のこうちょっとこうコンパクトなスイートドラムは大きいので、割とこう 手で叩いてもこうマレットで叩いてるのちゃうみたいな、はいはいはい、割とオールマイティな感じですね。でまあ構造としてはこのスリットが入っているので、まあ、ここの内側叩くと音が出るみたいな、でまああのスケールになっているので、まあ、どう叩いてもまあ音階を外さないみたいな、はいはい、でこういうまあ、裏面もちょっと違う音階で、それはちょっとカリンバ的な感じで、はいはい、でなんかまさにって感じですよね。あのエクスポーションの小原さんがなんかカリンバでこうエフェクターつないで、ちょっとやってるのをライブで見て、あ、ちょっと面白いなと思ってて、なんかそれがなんか残ってて、まあこういった楽器でやっぱ生で演奏する人多いんですけど、まあこれちょっとエフェクターのボードに組んでみて、まあ、鳴らしてみるの面白いかなと思いまして、まあこれのコンタクトマイクをつけてこう、ここに、あ、なるほど、コンタクトマイクですか。そうですね。この間のビリテーションでもまあ一部ちょっと演奏したりとかして、はい、まあそういった演奏も今後ちょっと取り入れていこうかなと思いますね。で、まあ、機材の話これ全然深掘りできるんですけど、どうしても佐々木くんが音源の話させろって言うんで、まあ、今までプラナガっていうか三條さんとの話の中で、まあ、三條さんはあの、シンギングボール、うん、と、まあ、エフェクターとかね、その他エレクトロニクスっていうのはあんまりレアなコンビかもしれませんっていう話が、うん、あったかと思うんですけど、なんと僕は地道に実は調べてまして、うん、地道っつってももう結構前に気づいてたんですけど、うん、これはあのブライアン・イーノとジョン・ハッセルのレコードで、うん、見ると81年、うん、1981年でこうアンビエントシリーズの中の一枚だと思うんですけど、うん、この中に入ってるんですね、うん、なんと、なんと入ってるんですよ。なんと勉強不足です。まあ、三條さんよくいやあんまりいないかもしれないって、まあ、実際いないですけど、うん、あの1981年なんで、まあ、ボールゴングスっていう、ね、あの楽器の表記で入ってて、でちょっとさっき聞いてみたんですけど、音源はやっぱりちゃんと入ってると、うん、ジョン・ハッセルのこうエスニックなこのトランペットの音の裏側にシンギングボールが入って、うん、またそれが、ミキシングされているっていう、うん、まあ、これも面白いんで、でもちょっと概要なんで、こういうあの音源の話もすると、あ、なんか佐々木秀則に帰ってきたなみたいな感じが漂うんじゃないですかね。らしさがみたいな。前でも佐々木さんの YouTube チャンネルで、まあオカルト、ああ、そう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 。それでちょっと触れてます。で自分もそれ聞いてみて、そうなんですよ。あ、なるほどと思って。そう、まああんまり深い話は避けますが。下げますんで、うん、それもあの、まあ、この辺にリンクが貼られるかもしれませんということで、アートワークは今見ても細かいですよね。で超美しいですね。こういうのもありますよ。よかったら CD になってると思うので、CD になってるっていうか、まあ、聞けますんで、うん、であとこれがだからあの、まあ、我々が最近ニューエイジみたいな話もしましたけど、うん、これあえて見せませんが、ニューエイジ本も、まあ、ちゃんと読んで、うん、どういうものが出てるか見てますよ。で、18歳のレコードも入ってましたんで、これは紀ノ国屋の本書店の PR なのかもしれませんが、まあ一応開けときますか、うん、こういう感じですね。まあ持ってる人は持ってるでしょう、うん、ニューエイジミュージックディスクライト、まだ多分買えると思う、うん、締めですね、これ。締めですね、はい、ありがとうございました。なのでありがとうございました。